はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法パープキット続きをプレイしていきたいと思います。でですね、今回は、題名の通りですね、アメリカ西海岸攻略2時間スペシャルということで、大体2時間ぐらいの枠を取ってアメリカ西海岸攻略を行っていきたいと思います。まあ、以前もですね、まあ、2時間スペシャルということでハワイ攻略の時にね、少し長めに時間を取らせていただいてプレイしたことがあると思うんですけど、今回なぜ同じように2時間枠にしているかというとですね、ハワイを攻略した時と同じく潜水艦隊を消耗覚悟の上で、順次繰り出していってアメリカの主力艦隊を叩くと、その上で、空母を持って敵の航空基地を壊滅させるっていうね、作戦を取っていきたいなと思ってまして、そのためにですね、潜水艦を多数建造した上で、まあ車がかり的にアメリカ西海岸に送り込んでいくということで、ちょっとね時間がかかってしまうかなというところありますんで、2時間、枠を取らせていただきました。で、今あのハワイに集結している艦隊なんですけども、主力の空母艦隊が、6個艦隊入っています。で、これはですね、ちょっと作りすぎた感があるんで、しばらくは空母は控えめにして、今第16艦隊のみになっているこの潜水艦隊ですね、潜水艦隊を増強していきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょうというところになります。で、すでにですね、今回も、建造済みの潜水艦隊2個艦隊ですね、第12、第14両潜水艦隊をハワイに向けて出撃させていますので、この後ですね、ハワイの攻略がなった暁、ハワイに到着した後はアメリカ西海岸に向けて潜水艦隊を送り込んでいきます。で、潜水艦が全然足りていないので、さらに増強しているこの第9、第12艦隊、これハワイに先発させてますので、これが到着したらこれも順次ハワイから西海岸へ、出撃をさせていきたいと思います。で、空いた艦隊の枠、今1から16まで全ての艦隊の枠を使い切ってしまっているんですけど、空いた枠には順次潜水艦隊を投入していきたいと思いますので、潜水艦をね、続々作っていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、輸送船もね結構厳しい状態が続いてはいるんですが、おー、ついに全天候型航空機が開発できるようになりましたね。いや、使用可能になりましたね。これはちょっと早めに一度設計をしておきましょう。さあ、ではではというところなんですが、まずは、工業レベルももうマックスになっているんで、物資援助は必須ではないんですが、ドイツには頑張ってもらいたいので5000の、アルミを提供しておきましょう。で、情報活動に関してはですね、今アメリカの西海岸とメキシコに入れてますんで、これは引き続き入れておきます。で、兵器開発でいうと新しいところは特にはないので、このまま一旦進めておきましょう。ただ敵のですね、対潜水装備がだいぶ強くなってきているので、潜水艦の消耗がかなり激しくなってます。なので余剰資金はできるだけ潜水艦の建造に当てていきたいなというふうに思いますね。では航空機ですね、作っていきましょう。ここで目的としている航空機はもう完全に、全天候型かつ夜間にも出撃可能な、超長距離爆撃機ですね。で、今ある超長距離爆撃機としては、こちらにある虹に長距離爆撃機があるんですけど、これをねさらに改良して24超長距離爆撃機を作っていきましょう。まず空戦能力はねこのままでいいでしょう。ただ夜間戦闘可能、全天候可能にします。で、最高速度が少し落ちてしまって空戦も落ちてしまうんですが、まあ、これはこれで良しとしましょう。で、偵察能力はそのままレーダーを搭載します。で、爆撃の能力なんですけど、これはですね、今500キロのロケット弾つけてるんですけど、800キロの誘導弾詰めるようになりますんで、800の誘導弾をつけます。
で800の誘導弾をつけた上で、1000に変えるとどうかというと9900か。どっちがいいかだな。ここは1000キロの誘導弾乗せる？最高速度がだいぶ著しく弱くなっちゃいますけど、その代わり走行をちょっと落としましょうか。走行50まで落として、これで空戦能力がどうなるかちょっと見てみますか。空戦能力は C か。まあ悪くはないですよね。爆撃能力が8000、まあ爆撃機ですからね。その上で魚雷はもちろん搭載できないんですが、その代わり、誘導爆弾を詰めるというところと、あとはなんといってもね、航続距離7000、これはかなり大きいですね。最高速度が457と、まあこの時期の飛行機としては少し速度が出ないところはあるんですが、まああくまでもここは爆撃能力に重点を置いたものとして、ちょっとね考えておきましょうか。では2G4、まあこれ 2G4 って何っていう話になると思うんですけど、もうねこのチャンネル、僕の動画見ていただいている方はおなじみだとは思うんですけど、タイにある55バーのね、僕の好きな55バーの名前です。これでいきましょう。2次4超長距離爆撃機、これを次期の主力にしていきましょうか。2次4、長距離にしますか。長距離爆撃機と、これでいきましょう。もう一度能力確認しておきましょう。最高速度が457、航続距離が7000、空戦能力は C ですね。で、レーダーつけてますんで偵察能力も C で、武装は、12.7mm と 30mm をつけています。で、爆撃能力は1000キロの誘導弾をつけていて、急降下は可能という状態にしています。誘導弾つけてる状態で急降下が必要なのかどうかっていうのはちょっとクエスチョンではあるんですけど、まあここはつけておきましょう。じゃあこれで11週間後ですね。で、11週間後に備えてお金も温存しておきたいんですが、なんといってもね、再三お話してる通り、今回から大量に必要になっていく潜水艦をバリバリ作っていかなきゃいけないので、ちょっとここ皆さん退屈されてしまうかもしれないんですけども、お付き合いいただければと思います。まあ、ある程度作ってはあるんで、今回はじゃあどんくらい作っとく？10隻、まあ1個艦隊分16隻は作るのちょっと面倒、かつなんか入力しなきゃいけなそうなんで、一旦2隻だけ作っておきましょう。んでガリガリ削られていくと思うんで、その後ね潜水艦をさらに作っていけばいいかなというふうに思っていた矢先なんですが、やっぱり潜水艦作りましょう。で、一応ですね、全然違う話になっちゃうんですけど、今年の包帯というのはタイへの旅行ですね。タイへの旅行の計画状況をお話しておくとですね、まずは、そもそもという話なんですけど、アナとかタイ航空、まあ、いわゆるメガキャリア系はですね、軒並み、値段が上がってますね。タイに行くための航空機の値段が。なんで、まぁ、ちょっと今年は LCC をちょっとね、少し多用せざるを得ないかなというところがあるんですけど、早速ですね、2月に、今回は久々にソロ旅ではなく友人と行くんですけど、ミカミックスではない友人と行くんですけど、そこではですね、一応初めて使う LCC スクートを使ってみようということで、スクートの航空券を抑えております。で、3月の航空券をね、ちょっと今、探しているところなんですけど、3月もね、ちょっと LCC にするか、もしくは、ANA のマイルがかなり相当量溜まってるんで、ANA のマイルを使うかっていうところで、ちょっとね、悩んでいるところなんですけど、ちょうど256席作っちゃいましたね。これ以上作れませんという形になったので、一旦これで置いときましょう。で、希望砲に入っている艦隊が、これ参考艦隊入っていて、ここの艦隊はしばらくここに留め置きたいので、このままにしましょう。
で、代わりにというわけではないんですけど、今どこら辺まで艦隊が進んでるかというと、第13艦隊がアラビア海まで進んでますね。で、この第13艦隊希望砲に向けて今移動中なので、希望砲に入ったらこの第13艦隊は希望砲に入っている3個艦隊に今入っているこの艦船を振り分けていって、第13艦隊を空きにします。で、空いたところに潜水艦隊を作っていくっていうね、ところでいきましょうか。ではこれで先に進めていきましょう。あとはものすごくお金が入ってくるところで足りてないところある？輸送船の数、輸送船を、そしたら、そうだな、3隻、5隻ぐらい作りますか。で、特にお金がないので、お金が取れるところは重点的に、やっぱりね、入れていきたいんですよね。どうしてもお金が入ってくるところは最優先で、輸送船を配備していく必要があるんで、さあこれでじゃあターンを進めていきましょう。なので、まあちょっとね、3月がどうかなというところがあるんですけど、で、ゴールデンウィークはですね、今だと、おっと、ドイツは感謝の意を表明しただけ？お金ぐらいちょっと欲しかったな。では第9艦隊含め潜水3個艦隊をアメリカ西海岸へ投入していきましょう。なので3月はちょっとね、その航空券まだ取れていないんですけど、まあ3月もぜひぜひ行きたいなと思ってますんで、まあ3月というところと、4月はゴールデンウィーク、一応今ですね、アナの、特典航空券、まあマイルの航空券ですね、これのキャンセル待ちに入ってるんで、そこしっかりキャンセル待ち取れたらそれで行きたいなと。で、もし取れなかったら、それこそ LCC を、まあ、買わざるを得ないかなというところなんですけど、まあ、ちょっとね、不透明なんで、そのあたりはね、しっかり見極めてからでもいいかなと思ってます。おっと、スパイが入ってないね、スパイが逮捕されちゃってるんで、そしたら情報活動でスパイを入れましょう。西海岸にスパイ入ってないか、今。ちょうどタイミング悪かったですね、逮捕されるタイミングが。で、物資の援助は余っているアルミを引き続きドイツに供給しましょう。鉄はね、ちょっとこの後、なかなかっていうのがあるんで、お金とね、鉄をトレードするっていうのだったら全然応じるんですけど。さあ、では3個艦隊を投入していきます。なんでゴールデンウィークまともに航空券を取ろうとするとタイまでやっぱり相当お金がかかっちゃうんで、ちょっとどうしてもね、特典航空券か LCC で行きたいなと思ってるところなんですよ。で、あとはですね、まあ、ちょっと奥さんともね、毎年1回か2回海外旅行行ってるんですけど、一応その時のお金の分担がですね、僕が航空券、奥さんの方がホテルとかっていう分担に、まあ最近ではもうずっとなってまして、まあそれは今後も多分変わらないと思うんですけど、そうなると逆にマイルでね、奥さんの分も一緒に払っちゃうと奥さんとの旅行代が浮くっていうのがあるんで、できればね、そういう風なマイルの使い方もしたいなというところで、今だいたいマイルが15万ぐらい溜まってるんで、その15万ぐらいのマイルをうまく割り振っていきたいなと思うんですけど、15万のマイルなんてあっという間に溶けちゃいますからね。ちょっとね、その航空券の高騰というのは LCC にもうちょっと頑張ってもらいたいなっていうところですよね。さあ、今回敵の西海岸に展開している艦隊戦力がスパイが逮捕されたことによってちょっとわからないんで、どんくらいの艦隊戦力が敵に入っているかがちょっと見通しが立っていないところなんで、まあ、ただ3個艦隊は投入してきてると思うんですよ、アメリカ軍の方は。なので、まあ、その参考艦隊をこちらが全滅覚悟の上でも、叩いておきたいですね。まだ敵の位置発見できないか。一
席ぐらいあれかな、そういう意味で言うと、従順ぐらい置いておいて、それをもって、まあ、いわゆる偵察任務に当ててもいいかもしれないですね。だ1個艦隊分には偵察機をがっさり乗せた、空母軍を用意しておいてもいいかもしれないですね。ちょっとそういう作戦に変えましょうか。ちょっと今回さすがにね、1日経っても敵の艦隊すら発見できていないっていう状態はちょっとひどいですからね。ここは敵と空撃合戦はしないっていうのを前提に空母を1隻あるいは2隻ぐらい、潜水艦隊に組み込みましょう。でその潜水艦隊で敵の偵察を行うというのがいいですかね。まあ、ただ間違ってもね、敵の空撃にさらされるっていうのだけは避けたいので、さあまだ全然敵艦発見できてないけど、もうおそらく敵の艦隊は航空基地の近く、基地の近くに張り付いてると思うんで、そのあたりまでちょっと、一部の潜水艦を割いて移動させましょう。まあ、このあたりにね航空基地があるのは分かっているので、さあ夜明けとともに発見したね。やっぱりこの辺にいたか。しかもここは艦隊といってもあれですね、潜水艦格好の ネタになるな。これ見てもどう見ても戦艦しかいない艦隊ですね。これ戦艦だけで16隻いるな。半端ないなこの艦隊。このアメリカ軍艦隊いただければかなり鉄を消耗させることができるんじゃないか。こっち側にもいるな。ここが何？これが、ケージュンとか入ってるな。空母も入ってますね。これはちょっと危険な艦隊だな。潜水艦がやられる傾向にあるところですね。あとは敵の戦艦もだいぶ硬くなってきてるんで、そう簡単にはね沈められないですね。ハワイ攻略戦の時と違ってもだいぶ敵の方もね強くなってきてますからね。潜水艦1隻あたりできれば戦艦1隻ぐらいを撃破してくれるとすごく戦いやすくなるんですけどね。敵の戦艦部隊はこっちの方に逃げてきてるな。ちょっと今ね無理して魚雷撃たないでほしいんだよね、接近するまでは。よし、ここでまた敵の戦艦部隊を捉えましたね。しかも団子になってくれてると一気に撃沈できる。
潜水艦が殺到してるな。これで敵の艦隊の戦艦部隊を完全に沈黙させられれば大きいですね。空母はちょっと取り逃した形になりそうですけど、今回は。さあ、これで敵のどうだ、戦艦部隊どんだけ撃沈できるかだけど、ちょっとあんまり数は期待できなそうだな。やっぱり敵の戦艦もだいぶだいぶ硬くなってきてますね。取り逃した形かな。そうなると、6個艦隊をちょっと取り逃した形にはなっちゃいますね。まあ、全天候型の飛行機が開発されてくれば、夜間もね、索敵をガンガン飛ばせるかなとは思うんですけど、現状だとそれだけの力が日本海軍にはないので、アメリカ軍はね、もう夜間も雨も多分飛ばしてくると思うんですよ。まあ、ここはね、連合軍勝利って出てますけど、戦艦も半数以上沈めたという意味では、かつ味方の損害はゼロですよね、今回。まあ、それがいいのかどうかは別なんですが。よし、潜水艦が続々とロールアップしてきてますね。ではハワイにいる艦隊、これ第9艦隊、第10艦隊、あとは第12艦隊、さっきと同じ艦隊を投入しましょう。で、ただし、第10艦隊には少しばかり潜水艦と、あと空母をね、一隻ちょっと移しましょう。あ、そうか、今空母これ何にも入ってないのか。となるとちょっと微妙だけど、虹にを飛ばそう。偵察機、いや、護衛機の数をちょっと減らして、護衛機を9まで減らして、代わりに偵察機を5機に増やしましょう。で、このターンでは、次補充されてくるのが後になっちゃうので、このターンは第10艦隊には潜水艦を増強するにとどめましょうか。第14艦隊から潜水艦をガシガシと移動しちゃいましょう。で、第10艦隊もこの後は西海岸に向けて連続出撃ですね。じゃあこれで進めましょう。で、アルミは一応再び送っておきます。
お金はいっぱいあるドイツなんで、飛行機は大量に作れるんじゃないかなと思うんですよね。で、ちなみに各種情報で言うと、アメリカ軍の情報、ちょっと見ておきましょうか。アメリカ軍の方は、だいぶ撃破はしてるね。艦隊数は6個艦隊。戦闘機は107のみ、まあ、ただこれが全てではないですね。スパイレベルが2なので、スパイレベルを3までは上げないとダメだな。まずはスパイレベルを3までガガガガッと上げていって、その上で航空力の情報がおそらく見えてくるかなというところですね。まあ、ここも、3個艦隊投入しましょう。で、例によって敵のね、索敵がまた空母を今回組み入れることができなかったので、まあでもあれか、もう組み込み済みの空母をこっちに入れてあげればよかっただけですね。ちょっとそこは頭が固かったですね。融通が効かせられなかったな。敵の艦隊がどれくらい出てるかっていうのもちょっと見てなかったですね。さあ、だいぶ海軍から離れたところで展開しちゃってるんで、ちょっとやっぱり手動で索敵をしてあげなきゃいけなそうですね。ん、敵発見してる？ここに、これが一番厄介な艦隊だな。軽巡とかが入ってると一気にね、潜水艦が沈められてしまうんですよね。ただ敵の方は空母が3隻入っているのは確認ができますね。この3隻の空母は仕留めたいな。うまーく追い込んでいければいいんですけどね。さあ、敵の水上部隊の位置を囲い込んでいきましょう。ここからは敵の駆逐艦軽巡クラスとの損傷損害の出し合いですね。どっちが先に潰れるか。敵の大型の空母がちょっと見つけられてないな。空母を取り逃すわけにはいかないんですけどね。今回は前回も潜水艦で戦艦6隻逃してますからね。また索敵合戦か。おそらくね、上の方に逃れてると思うんですよ、空母は。なんでその空母の索敵を行いましょう。ここでね、味方が偵察機が飛ばせる状態だとすごくいいんですけど、まあそういう話を今更ってしてもしょうがないんでね、ここはしっかり手動で索敵を行っていきましょう。おそらく上の方に移動していってると思うんで、敵の、おっと、上じゃなかったか、こっちか、完全に裏かかれてるな。さあ、敵はまだ駆逐艦とかが残ってるんで、
できれば空母を優先して沈めたいね。空母、今回も空母を取り逃すのか。いやー、ここにいる駆逐艦にだいぶやられてるな。せめてね、撃ち尽くしてから沈んでほしいけど。さあ、残すは空母が一隻になったかな。ただ他に見えてないね、空母がいる可能性があるんですよね。あるいは戦艦が端っこに隠れてるっていう。これで一通り適度確認済み水上部隊は撃破したでいいのかな。そうするとなんか思ったよりも早く敵のね航空基地に対して攻撃が仕掛けられるかもしれないですね。空母がでもこっちにいるな。この辺に空母がいますね。それとも何、この偵察機はどこまでも飛べる。そんなバカな、めちゃくちゃ超長距離の偵察機。いや、アメリカ軍侮れないからな。この距離偵察機が飛ぶってなるとちょっと話が変わってきちゃいますね。超長距離の爆撃機を搭載していても敵に先に見つけられてしまうと一気に沈められてしまいますからね。ん？どこにいる？この辺りに敵の艦隊がいるな。どこにいるんだろう。なんか一方的に沈められてる感じがあったけど、ここにいるな。ここに敵の艦隊がいる。これも駆逐艦軽巡中心の艦隊ですね。これは損害がでかいな。3個艦隊がほぼほぼ全滅した。よし、残った人たちっていうか残った潜水艦を撤退させよう。このままだと全滅するんでね。撤退させましょう。撤退です。いや、ちょっともったいないかなって感じはするけどな、この駆逐艦軽巡艦隊。これが残ってるとね、潜水艦が結構ダメージ食らっちゃうんですよね、どうしても。結構駆逐艦残ってますね、敵の方が。で、こっちには何がいる？こっちには空母が残ってるね。やっぱり上の方にも空母いたんですね。まあ、ここは一旦撤退してですね、なんとか、潜水艦隊を再建した上で、再び潜水艦隊を送り込んでいくっていうところからね、やっていく必要がありそうですね。まあ、あとは潜水艦が1隻でも2隻でも多く生還してくれることかな。まあそうなるよね。で、この後は壊滅した潜水艦隊を再建した上で、順次再び西海岸に送り込んでいくというところになりますからね。
西海岸さえ落とせば本当にもうアメリカは風前の灯火状態まで追い込めるんで、なんとかそこまでね、今回2時間スペシャルの中でプレーをしていきたいなと思うんですけど、まずは前哨戦、潜水艦隊による前哨戦は、まあ、ここまでは痛み分けというところかなと思うんですよ。もう一歩というところまでね、艦隊を追い詰めつつ撃沈できていなかった艦隊がいるんで、それらがね、復活してくるってことを考えると、本当にまさに痛み分け。潜水艦隊はほぼほぼ全滅だな。アフリカ西海岸に連合軍が入ってきたと。なるほど。ここは、それこそもう本当に委任するしかないんだけど、ついに敵の方もそういうこと？反攻作戦繰り広げてくる。艦隊戦力がどれくらい入り込んでくるかですね。まあ、この西海岸にはね、まともな戦力配備してないんで、まあ、まずいといえばまずいんですよね。わ、偵察機に発見されたね、完全に。で、飛行場も大した戦力乗せてないんで、まあ、直縁が冷戦の52型っていうことぐらいかな。大艦隊だな。いやいや、これ大艦隊じゃないか。マジか、これ。いや、イギリス軍これ全力出してきたね。いや、西海岸にうつつ抜かしてる場合じゃなくなってくるかもしれないな。絶対防衛ラインは喜望峰に設定してあるんで、喜望峰で迎え撃つしかないな。揚陸部隊も乗せてきてるね、敵は。まあ、基地が1個これでやられちゃうか。制圧される感じかな。いや、アフリカの西海岸は疾患しますね。いや、一刻も早く、これはあれだな。夜間爆撃機飛ばしてきてるけど、一刻も早く西海岸、アメリカの西海岸ですね、を取って、アフリカ戦線の方に艦隊戦力を差し向けないと危ないな。そうなると飛行場の増強も考えておいた方がいいかもしれないですね。それと、ハワイに展開している空母艦隊、このうち2個艦隊を喜望峰に移動しましょう。だってこれ敵の方ってほぼほぼダメージないでしょ？イギリス軍にダメージないもんね。一隻も多分沈めてないんじゃないかな。まあ、戦艦オブウェールズを大破させたぐらいですね。ここでも空母が2隻か。そしたら喜望峰に向けてハワイから間に合うかどうかは別にして、艦隊を送りましょう。まず第1艦隊。第1艦隊を送ろう。第1艦隊を、まずはマダガスカルに入れて、喜望峰を伺うと。それでは第8艦隊。いや、第8じゃないな。虹にヤマト。これ、キー型戦艦ですね。これを配備している艦隊いるけど、この第6艦隊だな。この第6艦隊をマダガスカルに移動して備えましょう、敵の攻撃に。で、ハワイの方はどうするかというと、壊滅している潜水艦隊、これを再編していきます。
第12艦隊に全部統合する。第10艦隊ももうこんだけしか残ってないんで、これを第12艦隊から第14艦隊、第12艦隊かな、こっちに全部移しましょう。これで2個艦隊分空いたはずなんで、さらに今回出撃させる第12艦隊には第11艦隊の空母1隻、これを移動、これでいいでしょう。でさらにマダガスカル、あるいはこの希望砲に展開している艦隊も、合併ができるので第4艦隊に第13艦隊を統合します。これでだいぶね、その艦隊に空きができるはずなんで、どうしてもね、その数っていう意味で言うと16個艦隊までしか艦隊が作れないっていうのがあるんで、そのあたりをうまくマネージしていかないと、せっかく作った艦隊艦船が遊びになっちゃうんで、それはね避けたいところなんですよね。ちょっとこの頑張ってきたアフリカ方面が心配になってきましたね。では日本近海の方では艦隊を作っていきましょう。13艦隊が空きになってるはずですね。この空母を遊ばせとく？どうする？っていう話になるな。4個の空母が余ってるけど、これらの空母を一旦それこそどっかに組み込んで捨て駒的に使うっていうのはちょっともったいないからな、さすがにね。これで2個潜水艦隊が補充できるんで、この2個潜水艦隊をまあ、再び西海岸の攻略のために差し向けましょう。ちょっとハワイの方がすごく、アフリカの西海岸の方が心配な情勢にはなってきてますけど、第10、第13両潜水艦隊をこのままハワイに出撃させます。でだいぶ潜水艦失ってる上にお金も貯まってきているという状況なので、今回は潜水艦をバカみたいに作っていきます。やっぱり敵の駆逐艦あるいは軽巡クラスの対潜水装備が充実の一途をたどっている分、少し潜水艦のダメージ、損害率あるいは非撃沈率っていうのかな、がだいぶ上がってきちゃってるんで、消耗戦にはなるんですが、以前のハワイを攻略した時よりかはさすがに資源はアップしているんで、で逆にアメリカ軍イギリス軍は資源を減らしている。まあイギリスに関してはね、ドイツを食ってる分減ってる感じはないかもしれないんですけど、少なくともアメリカに関しては日本の方がね、だいぶ太平洋を食った分あるかなというふうに思うんで、今やね国力差はそこまでないかなと思うんですよ。ただ技術の遅れがあった分、まあ今はね、すべて200まで、各技術レベル上げているので追いついてますけど、開発がその後入ってくるって考えると、だいたい3ヶ月分ぐらい遅れがまだあるかなというところなんで、この3ヶ月の遅れをね、潜水艦による敵の駆逐作戦でなんとか補っていくというところになるんですよね。そういう意味では潜水艦をじゃかじゃか作っていくしかないんですけど、これもね潜水艦自動で100隻とかって作れるコマンドを用意してくれると楽なんですけどね。もともと提督の決断は PS2 で出ていて、 PS3 とかではないですよね。で PC 版があるんで、 PC の方ではね、そういう100隻作る、まあ、そういうコマンドがあっても楽だったかなとは思うんですけど、こうやって一石一石作っていくのもそれなりにちょっと面倒なんですよね。あとは XP の PC でしか動かないっていうのがあって、
XP の PC で画面キャプチャーを取りながらこの提督の決断を動かすと実は結構重くてですね、少しもっさりした動きになっていて、艦隊戦ご覧いただいていると少しなんだかなっていうふうに、見られる方もいるかなとは思うんですけど、まあ、そのあたりはねしっかり潜水艦を作っていきましょうか。潜水艦はね2週間で作れるといえば作れるんで、もうこの2週間っていうのを考えた上で艦隊を組んでいかなきゃいけないんですけど、256隻さっき作っちゃった段階で一旦ねその艦隊というよりかは潜水艦の製造ライン自体を止めてしまったんで、今2個艦隊丸々空いちゃってる状態なんですよね。なんでその穴埋めを今バリバリしていってるところなんですけど、これで一旦はいいかな。敵のね潜水艦対策が進んでるんで、潜水艦をバカみたいに投入すればいいっていう時期でももう実はなくなってきちゃってるんですよね。んー、どうしようかな、もうちょっと作っとくかな。もう3隻4隻作っときますか。いや本当に潜水空母みたいなものがあるとね、空母をここに投入しなくていいんで、もうちょっと戦いの幅が広がるかなと思うんですけど、潜水艦だけってなるとね、あとはタイミングを見てバシバシっと入れていくかって感じかな。で忘れちゃいけないのが、この希望砲なんですよ。希望砲に、それなりに戦闘機は入ってるね。大丈夫だな。これでじゃあちょっと迎え撃ちましょう。おそらく次希望砲に迫ってくると思うんで、敵の部隊がラプラタ沖にも来るかもね。アメリカ西海岸の奪還はちょっと厳しいよな。だったら一刻も早くアメリカの西海岸を先に落とすっていうところを考えましょうか。では艦隊移動していきます。アメリカの西海岸にどんくらいの艦隊戦力が入ってるかっていうのをちょっとしっかり見ておきたかったんだけどな。今回入ってるのは第12、14、15の3個艦隊が入ってますね。空母が入っている艦隊と、ここも正規空母が入ってるな。で、これが一番厄介な軽巡駆逐艦中心の艦隊ですね。で、西海岸にも艦隊が入っていますね。なんで、もう少しこの潜水艦隊による攻撃作戦は、継続が必要そうな感じかな。空母はどこに行った？味方の空母を見失っている。いたいた。味方の空母はここで止まろう。いやー、敵も大艦隊になってるからな。一旦空母は退避しましょう。
いや、早いな、空母の大破が。あ、やられたか。空母沈められたか。ちょっと不甲斐なさすぎるなっていうか、まあしょうがないよね。防空艦とか入れてなかったですからね。ちょっとこの作戦はないな。今やった空母を入れておいて索敵要員に使うっていうのはないですね。いや、しばらくはこの不毛な戦いが続きそうだな。まあ、どうしてもね、敵の方もこちらが戦力を整えてる間に敵の方も戦力を整えますからね。ここで駆逐艦とかをね、もう本当に壊滅に追い込んでおきたいんだけど。いや、駆逐されてるな、まさに駆逐艦に。潜水艦が駆逐されてる。夜が明けてまた敵の方に発見されるよね。まあ、1隻でも2隻でもね、逃げ切ってくれればいいんですけど、あと敵にどんくらい損害を与えたかっていうとちょっとクエスチョンだよな。どうしてもね、やっぱり攻める方が不利ですからね。1個艦隊あたりに配備できる空母の数が4隻までになっていると、今の日本海軍の空母だと70機搭載できるんで、1個艦隊あたりマックス 70×4、つまり300機も搭載できないんですよね、飛行機が。でかつその中で直縁だったり護衛だったり偵察だったりっていう風に分けると、まあ、実質攻撃機として使えるのが40前後になると思うんですよ。で40ってなると1個艦隊あたり160になるんですね。で 160×3 個艦隊にしたとしても480なんですよ。これだとね、ちょっと厳しいですよね、敵の基地を攻めるのは。そういう意味でやっぱり敵の水上部隊は完全に亡き者にしておかないときついかなっていう感じなんですよね。唯一残ったこの潜水艦も敵の駆逐艦に発見されたな。これで爆雷飛ばされて沈むでしょう。敵味方の損害確認しましょう。味方第14艦隊が壊滅してるな。空母を失ったのも痛いけど、あとは正規空母が丸々残ってますね、敵の方は。ちょっとその潜水艦の中に空母を紛れ込ませておくというのはやめましょう。あまりいい作戦ではなかったんで。あ、そうか、艦爆じゃないな、戦略爆撃機飛ばしておきましょうか。せっかく15機作りましたから。おっと、ここでまた運悪く、やろうとするとスパイが逮捕されてるね。あ、スパイは逮捕されてない、されてないけど爆撃が飛ばせない。なぜ戦略爆撃機、あ、飛ばせるね。ここに飛ばしましょう。でだ、肝心の日本近海から出撃している艦隊は、今中部太平洋まで来てますね。お互いにハワイを進発した部隊も中部太平洋、日本を進発した部隊も中部太平洋に入ってきていると。
で、今回は、結構艦隊のダメージ受けてるな。潜水艦隊がかなり減ってきてしまってますけど、ここは潜水艦隊をね、投入するのをやめるわけにはいかないんで、やめちゃうと敵が回復するだけなんで、回復する時間を与えずに、こちらも消耗覚悟の上で戦うしかないですからね。じゃあ潜水艦をまた作っていきましょう。さ、やっぱり潜水艦の消耗ね、激しいですね。で、潜水艦の消耗が激しいってなると、さっきも言った愚痴の続きになっちゃうんですが、潜水艦をなんか30隻とかっていう感じで名前は自動で振ってくれるみたいな機能をつけてほしいな。そもそもあれですよね、提督の決断を5とかね、本当に出してほしいですよね。いや、まあいろいろね、その隣国さんとかが騒ぎ立てているのかもしれない、あるいは騒ぎ立てるのかもしれないんですけど、あくまでもゲーム上の話ですからね。しかももっと言うと、中国、韓国、まあ名前出しちゃいましたけど、このゲーム上に登場すらしてないんだから、いいじゃないかっていう感じもするんですけど、なんでこの提督の決断法の、リマスター版とかでもいいですよね。なんだったら。PS4 とかね、最新のパソコンで動くようなスペックアップした、提督の決断法パワーアップキット、リマスター版。デジタルリマスター版みたいなね、最近結構多いじゃないですか、リマスター作品。それにね、提督の決断も入れてほしいな。どんくらい今回作るかだな。あとは潜水艦を、その潜水艦の受ける損害もバカにならないんで、あとはアフリカの方も気になるしって考えると、潜水艦の数どうしても欲しいんですけどね。潜水艦陸上攻撃ができないんで、潜水艦にもねミサイルとか詰めればいいんですけどね。ミサイル攻撃で敵基地を攻撃できるとかってなってくると、潜水艦の利用価値がさらに高まるんですけど、まあ、この当時はそういうものはもちろんないんで、いやー、こう見るとだいぶ潜水艦すり減ったな。一時ね、256隻全部作っちゃいましたっていう状態からすると、そうだな、4個艦隊分相当ぐらいはどうですか。もう海の藻くずになっちゃったかな。ハワイ攻略2時間スペシャルをやってた頃よりもやっぱり潜水艦の帰還率が著しく下がってるんですよね。で、これはさっきからお話してるように、敵の方の爆雷対潜水装備が、充実してきてるんで、当然こちらの方の潜水艦が沈められやすくなってる環境になってるんで、まあ、そこをねどううまくハンドルしていくかっていうところなんですけど、さすがにね、潜水艦一隻一隻をこちらで操作するというのも、まあ、そもそも操作がうまくないというのがあるんですけど、やりづらいというかやってられないというかあるんで、どうしても単艦運用気味になっちゃうんですよね。まあ、それがどうかっていうのはあるんですけど、あとは敵の駆逐艦軽巡クラス、対潜水装備を持ってる艦船がどれくらい出てきてるか、で、あと戦艦の方もね、初戦で見てもらったようにだいぶ硬くなってきてるんで、まあ、魚雷1発2発当てたところじゃ沈まない、まあ、3発から、まあ、多い場合に5発ぐらい直撃弾を与えないと沈まないんですよね。それでは今回は、物資援助を入れておきましょう。どうなんだろうね、ドイツの方って鉄をあげたら少しは生き返ってきたりするのかな。ドイツにもね、もうちょっと頑張ってもらいたいなっていう意図があるんですよね、正直ベースで言うと。いや、潜水艦の1個艦隊あたりの配備数もだいぶ減ってきちゃってるからな、ちょっと次のターンあたりはめんどくさいの覚悟で潜水艦を50ぐらい作りますか。
まだね、敵の艦隊が発見できてないんですよね。ここなんですよね。この時間がちょっともったいないかなっていうところなんですけど、敵の艦隊もね、そうそう発見されやすいところにいるわけじゃないんでしょうがないんですけど、まあ大体張り付いてる場所は分かってるんで、そっちの方にじゃあちょっと手動で潜水艦を送り込んでいきますか。で、全天候型のやっぱり飛行機が完成した後に西海岸への空母による、占領作戦は行っていきたいんで、まだまだ時間がかかるという意味では時間がかかるんですよねという話をしているところで、敵の駆逐艦部隊がいるね。これ単艦運用してると危ないんですよね。空母が出てきてるね。とはいえ早速見失ったな、その空母。翻弄されてるな、完全に。敵の場所がつかめないでいる。空母がどこにいる？空母。夜間にね、敵の水上部隊と戦うのは潜水艦としてはやっぱりどうしても不利ですね。ここに敵の空母部隊がいるな。ただ護衛の艦隊も残ってるんで、この護衛の駆逐艦軽巡クラスを沈めちゃわないと十分な戦果が当て込めないな。いやー、ここで空母沈められないの？てか敵の本当に駆逐艦強すぎるな、対潜水装備っていう意味で言うと。いやー、空母にとどめさせたいな。軽空母だね、今沈めたのは。いやー、ここまでダメージ与えといて沈められないか。フルフルで艦隊に16隻構成ができてれば沈められたかもしれないですね。ちょっとそれがもったいないね。いや、今回もでもこれで潜水艦部隊壊滅しましたからね。もう壊滅壊滅が続いちゃってるんで、本当にちょっとね、潜水艦を増産増産していかないと。ハワイの時もね、かなりの潜水艦の量を使いましたからね、結果的に。
結果的にむちゃくちゃ使いましたよね、潜水が。そうなると次のターンでは潜水艦をちょっと多めに作っておいて、潜水艦をまた西海岸に派遣する用意をしつつ、全天候型夜間攻撃可能な爆撃機2次4長距離爆撃機の開発完了を待つ形ですね。で、開発が終わったらそれを大量に作って空母に全部乗せ替えましょう。さあ損害確認しましょう。敵の方は第12第14艦隊を発見すらもできてないのか。いやーちょっとこの戦い、この作戦本当にいいのかっていう疑問になってきたな。ラプラタ沖か。ラプラタ沖も厳しいんだよな。ラプラタ沖も戦闘機配備してないんで、ほぼほぼ、まあ、やっぱり希望砲での防衛戦になりそうですね。ラプラタの方だとどう？これ見ると冷戦も22型とか21型になっちゃってるんで、より厳しい感じはするな。いやまた主力艦隊だよね。空母も入ってる、戦艦ももちろん入ってる。もうちょっとね、爆撃機の数も、あるいは攻撃機の数もあれば戦えるかなって感じはするんですけどね。どうしても数が少なすぎるな。まあこの辺りはね、もう失ってもいいつもりで作ったところではあるんですけど、いざ失うとなると話はやっぱりちょっと悲しいですよね。いやそれにしても全く戻ってこれないね、こちらの攻撃機は。まあただ希望砲の方にはそれなりに配備してるんで、まあまだ大丈夫かなという感じはしますけどね。まあ、ただ夜間に発艦できない、雨も発艦できないってなると一方的な攻撃になるね、こういう形で。かつ敵の戦艦部隊も寄ってくるわけでしょ。いやこれ希望砲での一大決戦になりそうだな。アメリカ西海岸だけを見据えてるとこういうことになっちゃうんですよね。お、戦艦部隊はこっちに寄ってきてるか。てかこっちの方からも来てるって言った方が正確なのかな。まあやっぱり戦艦からの砲撃はヘリが早いですね。夜明けを待たずに飛行場がやられるな。航空隊はね、数が揃ってれば強いんですけど、
数が揃ってないと、まあ、ご覧のありさまですね。いや、相当数の艦隊入れてきてるよな。イギリス軍もいよいよ日本に対して本腰を入れてきたって感じがするな。ラプラタを失ったか。まあでもここはね、本当に我慢なんですよ。もう我慢するしかないんで我慢しましょう。第12、第13艦隊は編成済みなんでこのまま送り込みましょう。第15艦隊と第12艦隊はちょっと一緒にするしかないかな。まあそれでもね、第12艦隊、第15艦隊合わせても6隻構成か。ちょっと寂しいよな。第16艦隊、ちょっと待ってくださいね。第9艦隊は、第9艦隊はフルで入ってるんで、これはこの次で西海岸に出しましょう。で、第12艦隊と第16艦隊合わせるか。それでもちょっと数の面では寂しいかなっていうのはね、否めないんですけど。これで一応3個艦隊は編成できたんで、この3個艦隊でまた西海岸に行きましょう。ただ西海岸の戦力もバカにならないんで、潜水艦の数は1隻でも多く欲しいですね、本当に。で、今のアメリカの西海岸の戦力は、いやー、それなりに入ってるね、やっぱ。第9艦隊、第12艦隊、第14艦隊は潜水艦隊が入ってるね。第15艦隊が出てくるかどうかが少し勝敗の分かれ目になりそうかな。で、ちなみにメキシコの方はというと、メキシコの方にも艦隊入ってるね。いや、まだまだ消耗戦が続きそうですね。というわけなので、まずは希望砲の防衛の方を確認しておきましょう。希望砲の方はそれなりにちゃんと入ってるでいいよね。まあ旧式機にはなりますけど入ってるんで、まあ、これで耐えてもらいましょう。で、やらなきゃいけないのが潜水艦です。潜水艦をもうこれでもかというぐらいバカになるぐらい作っていきましょう。本当にね、今のこの作戦戦略が有効なのかっていう疑問を覚えるぐらい潜水艦を大量に生産してますけど、ただどうしてもやっぱりね、特に航空機戦力に差があるんで、日本とアメリカ軍だと、現状。この現状をね、打開する唯一の策が、やっぱり潜水艦による敵の空母部隊、あるいは水上部隊を壊滅させておいた上で、敵の航空基地に対しての先制攻撃。しかちょっと活路がないんですよね。で、特に新しく開発している2次4の長距離爆撃機に関しては1000キロの誘導爆弾積んでるんで、先制攻撃さえできれば敵の航空基地を1個2個とたやすく潰せるはずなんですよ。ただその前に展開している敵の艦隊戦力、これを無力化しておかないと、逆にこちらの水上部隊、空母部隊がやられてしまうと戦闘継続が難しくなるんで、どうしても愚痴っぽくはなっちゃうんですけど、先にこの潜水艦に犠牲になってもらった上で敵の水上部隊、特に空母、これをね徹底して叩いておかなきゃいけないんですよね。で、そのために必要になるその潜水艦の数なんですけど、まあ、100隻前後を考えていたんですが、もっともっと必要になりそうですね。で、希望砲、アフリカの方に目を向けてみると、希望砲は絶対防衛ラインなんで、希望砲を抜かれるわけにはいかないと。今マダガスカルの方に2個空母艦隊派遣してるんですけど、マダガスカルは絶対に抜かれるわけにはいかないとはもちろんなんですけど、絶対防衛ラインっていう意味で言うとやっぱり希望砲なんですよ。
希望港に展開している参考艦隊プラス航空戦力でイギリスの主力艦隊を迎え撃たなきゃいけないなというところなんですけど、ここにね何隻か潜水艦を残しておいてあげればよかったかなっていうね後悔の面もあるんですけど、そしたら一旦ですね希望砲の方に虹二の長距離爆撃機を配備していきましょう。この後空母に乗せるタイミングでおそらく虹四の長距離爆撃機、全天候型の爆撃機が完成してそれを空母に乗せたいので、希望砲の航空基地には、全部虹二の長距離爆撃機を積みましょう。そうすればだいぶどうだろう、仮に希望砲を攻撃された場合でも戦えるんじゃないかな。っていう気がするので、ちょっとこの後乗せ替えをしていきましょう。本当にね、僕が潜水艦を作るのが飽きるのが先か、アメリカ西海岸の艦隊戦力、アメリカ軍の艦隊戦力がなくなるのが先か、もうその根比べですね。一応じゃあここまで作りましょうか。あと6隻ほど作っていきましょう。58まで作ってきますね。まあ、この間その水蒸気っていう意味でいうと空母1隻、その偵察機メインで飛ばそうっていう作戦で、派遣した空母1隻を失いましたけど、水上部隊っていう意味では、まあ、実質被害はゼロなんで、アメリカ軍の方が痛手は痛手のはずなんですよね。戦艦を失ったり空母を失ったり大破したりとかしてるんで。でこの後はさっきお話した通り、希望砲の方に航空機の乗せ替えを行っていきます。次のターンで希望砲を攻めてくるとかってなるとね、乗せ替えがあだになっちゃうんですけど、まあそうならないことを祈るしかないな。今回これで何隻作ったかな、結構な量は作ったはずなんで、一旦これで止めおいて航空機の乗せ替えを行っていきます。ハワイに入っている空母から虹に長距離爆撃機を下ろしていきましょう。いや下ろしていくのもめんどくさいな、ちょっとやめよう。これはこれでちょっとかなりめんどくさいでやめましょう。代わりにマダガスカルに入っている艦隊がまだ届いてないか。今どこまで来てる？アラビア海までも来てない。どこまで来てるんだ。まだまだ届いてないな。第一艦隊どこにいる？第一艦隊はまだ沖縄か。だいぶ遠いな。めちゃくちゃ遠いと言っていいな。で日本近海の方で新しく艦隊が編成できるかというと、新規編成で潜水艦隊を急いで アメリカ西海岸の攻略に差し向けましょう。ちょっと数は足りないんですが、第14艦隊ももうそのまま補充要員として向かってもらおう。希望砲が心配でしょうがないけどね。敵の方は第9艦隊、第12艦隊、第14艦隊、第14艦隊って何の艦隊？ああ、いいね。すごくいい。これは期待できるんじゃないか。第9艦隊が駆逐艦とかが入ってるのか。これが邪魔くさいね。
まあ、敵のただ水上部隊の主力を叩くチャンスにはなる。3個艦隊が入り込んでるのは確認してあるんで、特に敵の戦艦空母部隊は壊滅させておきたいな。まあイギリス軍の反攻が起きてるんで、イギリス軍の反攻にね、喜望峰をもし破られることになると一気に日本まで攻め込まれてしまうんで、問題はどこに敵の艦隊が潜んでるかだな。まだ敵の艦隊の位置がつかめてない？しょうがない。また手動で敵の位置を探りに行くか。まあ、おそらくね、この辺に張り付いてると思うんで。何、敵が発見した？どこで発見したんだ？ここだな。いやー、先に発見したのが敵の軽巡部隊か。嫌な部隊を発見したな。戦艦部隊を最初に発見して弾打ち尽くしてほしかったんだけど。しかも夜が夜になったばっかりか。まあ、ただ空母も混ざってるといえば混ざってますね。敵の空母もだいぶ硬くなってきてますよね。前までだと1回2回で沈められてた空母が沈まなくなってるからね。いやー、潜水艦がガリガリ削られてるな。一旦は駆逐したか。発見できてる艦隊、まあ、敵の1個艦隊しか壊滅させてないからな。どっかに戦艦部隊がいるはずなんですよ、敵の戦艦部隊が。ただ今のこの原油の潜水艦戦力ではどうにもならないかな。
一旦撤退して残っている潜水艦部隊の温存を図りましょう。いやー、これ思ったよりも本当に手こずりそうだな。このまま潜水艦による消耗戦を続けるのがいいのか、一大決戦に及ぶのがいいのか、まあ、ただ一大決戦に及ぶにしても2次4の長距離爆撃、この2時間スペシャル開始冒頭で設計した2次4の爆撃機が完成しないことには話にならないですからね。まあ、少なくともやっぱり敵の艦隊戦力の7割ぐらいは喪失させている状態で、戦いに挑まないと話にならないからな。まあ、アウトレンジ攻撃っていうことを考えると100隻規模の、100機程度航空機を搭載できる超大型空母を用意しておいて、まあ、アウトレンジ攻撃っていうのもありなんですけど、まあ、ひとたび敵の空撃部隊に発見されると一瞬でベニヤ板並みに割られてしまうんで、それを避けるにはね、どうしても装甲空母、まあ、装甲空母もやられるときはあっけなく沈むんですけど、あと気になるのが、ずっと気になってますけど、ずっとずっと気になってるけど、希望砲の方の戦力ですね、アフリカの西海岸、いや潜水艦隊本当壊滅だな。敵の第9艦隊を壊滅させたけど第12、第14は健在ですんでね。いやー厳しいね。これ見ると第9、第12、第13、これは全部第13艦隊に編入する必要があるな。第9艦隊も数でいうともう全然残ってないで、第13艦隊に関して言うと、第12艦隊かに関して言うともう5隻しか残ってないんで、これで今現有の潜水艦隊が1になっちゃったのか。次のターンをお休みせざるを得ないの？潜水艦いないもんね。いやー、ここに来てお休みターンか。ちょっと痛いな。アメリカの西海岸には第12、第14。これ強力だよな、第14艦隊は。で、メキシコの西海岸には後続で第3艦隊と第15艦隊が控えていると。なるほどね。叩くなら今かっていうところなんですけど、どうしてもねこのアメリカ西海岸に展開しているこの第14艦隊がいなければ、まあ、勝負をかけてもいいかなっていうタイミングではあるんですけどね。次のターンでそのアメリカ軍が西海岸に主力の艦隊を投入してこなそうだったんで、ただそれにしたって作れないね。ただ潜水艦の目処はある程度立ってきたかなっていうのはあるんで、今回は潜水艦は薄めに作っておいて、2次4の長距離爆撃機を作るためのお金を温存しましょう。それこそ
人が一気に作りたいんで、そのための温存ですね。さっきまでに、というか、まあ、前回前々回のターンでだいぶ潜水艦は補充してあるんで、ちょっとじゃあどのターンでその実際に2次4の長距離爆撃機が配備可能になるかっていうのを確認しておきましょうか。多分次のターンぐらいではいけるんじゃないかなと思うんですけど、2次4の長距離爆撃機はまだ5周もかかるのか。だいぶかかるね。5周ってなるとちょっと話は変わってくるな。もうちょっと潜水艦を作りましょう。5周かかるか。11周だもんね。確かにそんなに時間の進みは早くない。じゃあちょっとプラス6隻ほど潜水艦を作っておきましょう。となると夜間じゃないタイミングで爆撃機を飛ばしてハワイを潰さなきゃいけないかもしれないですね。あ、ハワイじゃない、アメリカの西海岸ロサンゼルスを取らなきゃいけないかもしれないな。5周はちょっと待てないですよね、タイミング的に。アメリカ西海岸は取った後守らなきゃいけないというのもありますしね。で、再三言ってるように希望砲も心配だしって考えると、もう一回潜水艦隊で攻撃をかけて、そのタイミングでもし、敵の主力艦隊がいない、あるいは次のターンでも入ってこないっていうのが確認が取れた時点で、一旦空母部隊を送り出してみますか。このターンはなんでちょっとお休みせざるを得ないんだよね。希望砲は大丈夫？希望砲にはそうそう容易にはね、多分攻めてこれないと思うんですよ。いや、めちゃくちゃ潜水艦あるな。ちょっとこのターンはさすがに潜水艦お休みでいいでしょう。潜水艦製造ラインを止めましょう、一度ね。さすがにこれだけの潜水艦を投入すればアメリカ軍もひとたまりもないはず。なんで一旦これで止めて、この次のここの攻撃の結果を見極めてからにしますか。アメリカ西海岸にどんくらいのね、戦力が入ってくるかなんですよね。14艦隊はちょっと数が足りないな。まあしょうがないね。で、西海岸はどんくらいの艦隊が入ってるかというと16隻構成か。これもちょっと沈めておきたいな。14艦隊はどうしても潰したい。で、西海岸の方は空母が入ってるわ。いや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 、これだいぶまだ時間かかるなっていうのが分かりましたね。やっぱさっきのターンだったんですね。さっきのターンでもうちょっと14艦隊を倒しておければ、あるいはそのターンで一気に
西海岸を攻略できてたかもしれないですが、ここはちょっと皆さんには申し訳ないんですが、潜水艦の製造ラインを再開しましょう。多分ね、当分かかりますね、これは。で、そろそろ、潰した艦隊、あるいは艦船の補充の軍艦ないし空母が、アメリカ軍の方に製造が完了する頃なんで、またまたこれ、潰し合いが続くな。じゃあ、ちょっと86まで作らせてもらいましょうかね、今回は。いや、本当にこれね、提督の決断続き出してほしいですけど、この辺のバランスはどうなのかな。どうしてもね、対潜水装備を持った。てかまあ、そもそも潜水艦自体もね、この当時の潜水艦って、それこそ今みたいに巡航ミサイルを積んだりはしていないんで、きっとこういう形で戦果もめちゃくちゃ上がるってことはそんなになかったんでしょうね。なんかそういう意味で言うと、今のこの状態が現実に近い状態なのかもしれない。ハワイ攻略戦の時はどかすか沈めてましたからね、敵の空母ないし、戦艦を。今だと戦艦沈めるのにもかなり時間かかるし、空母もね、結構時間かかりますよね。で、その間に敵の護衛艦、まあ、駆逐艦ないし、軽巡あたりに張り付かれて、ことごとく爆雷当てられて沈められますからね、潜水艦が。なんかこの僕が今取ってるこの潜水艦の大量製造作戦でいうと、どうしてもこの潜水艦を作ってる時間がゲームの大半を占めるっていうね、なんともな感じなんですけど、そうすると鉄ももうこの後ドカーンと使うことはなさそうなんで、ドイツ軍の奮起を促すという意味では、ドイツに鉄を供給してあげよう。本当にね、潜水艦部隊でも敵の陸上基地に対してミサイル攻撃ができるとかってなってくると、一気に戦いやすくなるんだけどな。まあ、まず敵の第14艦隊は沈めましょう。敵の第14艦隊さえいなくなれば、だいぶ身軽になるんで。さあ、戦場を見渡しておきましょうか。団子状態になってくれると当てやすいんですけどね。さあ、敵の空母を取り逃すな。あの空母は沈めたいけど、逃したか。当たらないよね、きっとこれね。足が止まってくれれば当たるんだけど、よし、決めた。さあ、夜の間は逆に敵に見つかりたくないんですよね。
夜が明けるタイミングぐらいで敵の戦艦部隊を確認できるとめちゃくちゃありがたい。さあ、そろそろ敵の戦艦部隊確認したいな。よし、戦艦部隊だ。だいぶ戦艦も足が速くなってきてますね、こうやって見ると。この艦隊潰せると戦局がだいぶ変わってくるんだけどな。まあ、ここには駆逐艦とかが入ってないんで、まあ、ある程度安心して見てられますよね。まあ、ある種の一方的な殺戮にはなりますけど。さらに角に追い詰めていって団子状態になれば、魚雷の的中率、命中率も上がってくるはずなんで。いや、本当に硬いんですよね。さあ、敵の戦艦がどこにいる？見失ったか。完全に見失った。この辺とかにいてくれるといいんだけどな、画面の右端とかにね。どうやらさすがにそんな愚策は取ってないか。完全に見失ったね。多分この上とかにいいんだろうな。いないか。見つけられなくなってるね。さあ、どの辺りにいるかというと、この辺りにいるな。いるね。さあ、入れ食い状態だぞ。ここでできるだけ敵の戦艦空母を沈めよう。ここまでか。
もうちょっと沈めたかったね。もう一息ってところまで来てるからね、これ見ても。これを取り逃した形ですね。戦艦4、空母1、従順2かな、この形だと。まあ、ただこれで、まあ、沈められなかったとはいえ、この艦隊は多分再起不能になってると思うんで、これでまたちょっとね、次のターンで敵の航空機戦力機動部隊の数を減らせれば、次の次のターンで、アメリカの西海岸の攻撃ができるかなというところかな。ちょっとそこは期待したいな。今のでね、大破、ほぼほぼ大破させてるんで、しかもこの西海岸に残ってられないでしょ。味方の損害は少ない、かつ少ないと。第6艦隊発見できなかったんだな。まあしょうがないね。空母部隊も沈めていると大半は。よし、よし、潜水艦がまた上がってきてるね。新規編成はできないか。潜水艦の艦隊の数が完全に飽和してるね。となると、ハワイ沖の方で艦隊の再編を行いましょう。第9艦隊はフルフル、第10艦隊もフルフルか。第12と13を合併できるかな。第12の艦隊と第14が合併できるね。12と14をまず一緒にしちゃいましょう。で、9と14かな。違う？そうなるとこれでフルフルになってるってことだね。よしよし、じゃあこれでいいでしょう。まず第9艦隊を再びアメリカ西海岸へ、第10艦隊も西海岸。なんか第10艦隊ちょっと数が少ない。まあいいか、次のターンもまたどうせね、出撃しなきゃいけないですからね。でさすがにこのターンはもういらないでしょ、潜水艦は。もうどれだけの潜水艦を犠牲にしてきたかっていうね。第9艦隊も強力だな。第15艦隊は相手にしたくないね、潜水艦っていう意味で言うと。でアメリカ西海岸の方はというと、第6、第14、第14はもう壊滅させられるから、よし、このターンである程度蹴りをつけられれば本当にアメリカ西海岸の攻略が現実のものになりそうだな。さあ、あとはいかに早く敵を発見できるかですね。
よし、敵関係者ね。ただ駆逐艦部隊か、先に発見したのが。いや大艦隊だな。しかも嫌いとしている駆逐艦部隊か。いや駆逐艦相手だとちょっと不利だね。いや潜水艦隊がこれは完全に壊滅するな今回。いや壊滅だな。ちょっと撤退させた方がいいな。急いで。いやー3隻しか残んなかったか。いやこれはちょっと戦略の見直しが必要か、もしくはこの作戦を続ける決意を表明するかのどっちかになっちゃいますね。どっちがいいかだな。まあ、ここまで来たら潜水艦をやっぱり増産してなんとかね、ちょっとやらなきゃいけないかなっていうのと、この感じだと何敵の追撃になってるのか。まあ2時間スペシャルなともう1回2時間スペシャルをやらなきゃいけないかもしれないですね。ちょっとねその場合には皆さんにお付き合いいただかなきゃいけないかなと思うんですけど、いやーなかなか苦しい戦局だな。まあ、ある程度敵も沈めたといえば沈めてはいるんですが、味方の損害が大きすぎる。はい、というわけでちょっとね2時間スペシャルで西海岸攻略できなくて申し訳なかったんですが、引き続きね西海岸攻略頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。